こんにちは。今日は久しぶりにちょっと洗車をしたいと思います。Amazon で売られているこちらの高圧洗浄機、試してくれということで、言われてるんで、ちょっとこれを今回試してみたいと思います。でこちらのまず簡単な紹介なんですけど、これ見ていただくと、こちらの Amazon で結構いろんな商品出されているメーカーのものになります。で一番のハイライトは、1500ワットで、こちらの水圧が8メガパスカルと、いうことですね。でこちらの定格の流量が、1分間に5リッターと、で水温が40度ということで、使えるものになっています。以前私もこの動画で自分で買ったものなんですけれど、アパートに住んでた時に、どうしても外で洗車ができないっていうのがありました。でタンク式のやつがあって、それを使ってたんですけども、今回のやつに関しては、このようにタンク式ではなくて、もちろんこの一戸建てになっちゃうんですけど、水道を使って、でこのようにここのこの高圧洗浄機、水を供給してあげて、でこのモーターの力でこちらつなげるといった形で、使うと、言ったものになります。で結構これ私使ってみたんですけど、これはこれで結構、便利だなっていうことにちょっと気づいたっていうのもありますんで、そういったところも含めて、この高圧洗浄機のいいところ含めてちょっとご紹介をしていこうと思います。でセット内容として話が前後しちゃうんですけれども、この高圧ホース、それからこの辺のノズル、であとはこれ結構便利だなと思ったんですけど、石鹸とかで洗う時に使うこのタンク、この中に石鹸入れとけば、泡で洗浄してくれる。この辺もお見せしたいと思うんですけれども、あとはこういったノズルなんかも、ついているということになります。ちょっとこの辺のところをですね、ご紹介をしていけたらと思います。で使う場合は至って簡単で、そのままこちらの水道のいざ口をひねっておいて水を供給しておけばいいと、こういったものもよく使われて洗車する方もいらっしゃると思うんですけど、使い方はこれと同じです。で、ここにもう水圧がかかってる状態になってますんで、あとはこちらのダイヤルをひねってあげれば、あとは圧力が供給されると。で最初はモーターかかるんですけれども、水を出さない限りはモーターが作動しない、止まるようになってます。で騒音が結構気になるところかなと思うんですけども、ビデオで聞いていただければと思うんですが、夜は間違いなく使えないぐらいの音量にはなってます。93デシベルなので、そこそこ音量としては高いですけれども、近場で芝刈り機使っていらっしゃる方がいるんですけれども、芝刈り機の音量よりもちょっと低いかなっていうぐらいの感じかなと思います。で今日は私の、こちらの、355です。こちらの方を、久しぶりに洗車、ずっと洗車してないので、こちらをちょっと洗車をしてみようかなと思います。でこれもコーティングしてあって、よく、コーティングするとこういったメンテナンスキットっていうのがついてくると思うんですけども、このシャンプーも僕あんまり使ったことがないので、これコーティングポリマーを落とさない専用のシャンプー、コーティング屋さんでコーティングしてもらうと、こうついてきた専用のものになりますので、この専用のキットを使って、こちらのシャンプーを使って今日は洗車をしてみたいと思います。ここに書いてあるんですが、希釈率っていうのがあるので、4リッターに対して本剤 10g ということで、ちょっと入れすぎたっていうのがあるんですけども、このぐらいですかね、 50ml ぐらい以下、ぐらい、このぐらいまで入れて、実際に希釈して、
で洗車してみたいと思います。でこれ自体はおそらくノズルの先につけるものになります。まずはこっちのノズルからちょっと試してみたいと思います。でこちら入れます。で、まあ、ローラーついてますんで、まあでもこれ後ろにローラーがついちゃってるからはい。で先ほどのノズルでちょっと試してみたいと思います。まず試し拭き、こんな感じで幅広く、これ結構水圧としては低いんですけれども、まあ、こんな感じです。でここをこういうふうに、ここに書いてありますけどね、回すと水圧が強くなると。ペドルとかも取れるぐらいの頑固な汚れの時にはこれを使っていくと。でまずこの幅広のやつで洗ってみたいと思います。洗車するときは上から水をかけるっていうのが鉄則になります。下からだと、下から上だと、せっかく洗ったものがまた上にかかってまた下が汚れるっていうことになる。まあ、体の洗い方と、まあ、同じです。こんな感じで、まあ、こういうの結構使ってるとホイールアーチのこういったところなんかも綺麗に取れますけど、まあ、ブレーキのキャラクター自体も綺麗に。フェラーリの場合だと結構ここが弱かったりする場合もありますので、まあ、あんまり強い水圧で洗わない方がいいかなと思います。まあ、このぐらいの水圧で、まあ、軽いぐらいの方がちょうどいいかなと思います。はい、でエンジンフードはですね、この時代のフェラーリとかですと水が入っちゃうんで、まあ、僕の場合あんまり直ではかけないですね。だから後でもう水洗いをするというか、あの拭いてそのまま洗うようなイメージなので、まあ、ここは水はちょっとかけないんです。でグリルのところも水入っちゃうんで、あの下回りだけ。よくありがちなこのホースです。で、これ高圧になってるんで、こうなっちゃうとホース伸びないんで、ちょっと一回圧を抜く必要っていうのがあります。ちょっとめんどくさいですけどね。まあ、こういう感じで。で、そうすると圧が抜けますんで、こんな感じで伸びるようにはなる。もうちょっとこの辺が使いやすいと非常にいいかなと思うんですけど、どうしてもこう洗車するときってこのホースのこのね巻き付きがね結構めんどくさいですよね。もうそこが結構嫌で、車をわざわざ移動させなきゃいけないとか、まあそういったこともあったりするんですけども、まあこれもちょっとねその辺が必要かなと。圧かけます。はい、で、まあ、こっちまでちゃんと伸びますんで、日本だとねそうでもないんですけども、そこで海外アメリカなんか特にそうなんですけども、まあニューヨークとかでも洗車系の動画が結構、向こうはみんなこう、DIY でやりたがる。おうち、まあガレージに行ったりする人が多いので、まあそういう意味もあって、こういった趣味の車がね、好きな方がすごく多い状況というのもありますので、
で、あと、まあ、地域的なところですね。日本だとやっぱり、車乗ると、ちゃんと言うと、都内に住んでる人たちが、そうなんですね。まあ、都内で選択になると、なかなかね、それでも、2人で電車するっていうのはできないんですけども、まあ、海外、北米とかですと、まあ、一戸建て住んでるんですけど、結構、住んでるんですけども、まあ、そういう時なんかは、すごく一戸建てで、電車ができるっていうのは、やっぱり、まあ、ちょっとこう巻きついちゃってますけど、それなりの長さがありますんで、まあ、車動かさなくても、左右持っていけるようには、あとはこれ、汚れを今、落ちてる感じで、しばらくこれ、洗車しなかったんですよ。まあ、雨降ると基本的には乗らないですけど、帰ってきたら、トレードが溢れて、吸っちゃって、カバーかけて、しまっちゃうっていうか、ほとんどなんで、洗車ほとんどしないんですけど、まずこうやって、埃を取りますと。はい、これが今、シャンプー入れたやつなんで、これでどうなるかちょっとやってみたいと思います。まあ、おそらく吸引されて、不圧で吸われるんでしょうけど、あ、こんな感じですね。結構、あ、で、これ原液入れてるんですけど、まあ、原液入れて、こうやって、やってやるといいかもしれない。あ、これ結構便利ですね。私はあんまりシャンプー使ったりしないんですけれども、まあ、シャンプー使うのがめんどくさい人はいいかもしれない。でも結構これもうすぐなくなっちゃうんで、やっぱりこれ、タンク自体は薄めたものを、入れて使うべきなんだろうと思います。ちょっとこれもう一回入れ直します。はい、今ちょうど希釈して、半分ちょっと入れたんで、これでちょっと試してみたいと思います。まあ、これでも十分泡が立ちますんで、まあ、そういった石鹸で洗浄するっていうのは結構これ便利ですね。これちょっと初めてなんですけど、まあ、ちゃんとこういったものが付いてるっていうのは、まあ、これはいいかもしれない。かなり便利。こうやって、まあ、すぐ、石鹸自体は、なくなっちゃうんですけれども、はい。今もう石鹸自体がなくなっちゃったんで、もう一回入れ直します。今度は満タンにしましたんで、この状態でやってみます。まあ、残量を少しこう気にしながらやった方がいいかもしれないですね。何回か交換しないといけないっていうのがありますので、まあこれはいずれにしても結構便利ですね。こちらから、はい、こんな感じで、石鹸で洗うっていう意味においては、すごくこれ、便利なものだなっていうことをすごく感じたところになります。で、この石鹸が切れちゃったら、あともう水にまた戻るんで、で、これで水で流していきます。まあ、こんな感じで、そんなに水圧が強くないんで、まあ気にせず流していけるかと思います。まあ、一旦の車、車の大きさにもよりますけれども、一旦、まあ、3回ぐらいは、入れないと、ちょっと十分には、洗えないかもしれないですね。一旦乗車の場合は、まあ、3回ぐらい、入れ替えて、
まあ、やってます。このノズル自体もこれ結構軽いんで、今片手でノズル持ってやってますけど、結構これ軽いですね。まあ、軽快で、ここが作ってるんですけど、全然、普通に片手で使えるぐらい、軽くて使いやすいノズルなので、まあ、女性の方でも全然使えるぐらいのものにはなってるかなと。非常に使いやすい使い方なんですね。まあ、これはタンク式じゃないから、まあ水のことも気にしなくて済みますし、まあこれ、1分間に4リッターなんで、結構ね、すぐ放出してしまうっていうのがあるんですけど、まあこれ水なので、水道から直接供給してくるやつなんで、まあそういった意味では、水のことをこう気にせずに洗えるから、まあこっちの方が、まあ使い分けとしてはね、いいですね。ただ、アパートとかマンションだと、どうしても洗える場所が限られてしまうっていうのが、どうしてもなったりすると思いますので、まあそういった場合は、タンク式のものの方が、まあいいかなと。風呂も、まあこれ、雨でも全然普通に濡れた車にはなってるんで、まあ水をかけても特に問題がないんで、ちょっと楽しみに水をかけてやってみようかと思います。まあ熱が止まってる時にやっちゃうと、排気系、いきなり熱い排気系の液マニとか、かかってしまうと、エンジンの部品を開くと、サーマルショックを受けることになるので、まあ、その辺はちょっと気をつけた方がいいですね。あんまり、いきなり、火入れさせちゃうと、ヒートショックがかかってしまう。そこだけ気をつけてもらえれば、そんなに熱くない状態なので、エンジン自体がそんなに熱くない状態で、車を出して間もない状態なのであれば、まあ、特に問題はないかなと、とは思います。まあ私の場合も、これ今、出しただけなので、ちょっとまあ、かけてみたいと思います。まあこんな感じで、パーッと、まあ、定期的にあまりやっちゃうと、時間かけてやっちゃうと、入っちゃうので、まあ、軽く、まあ、こんな感じで、かけてあげれば、いいかと思います。はい。はい。で、あと最後なんですけど、まあ、今までこちらのノズルを使ったんですけど、まあ、最後こちらのノズル使ってみようと思います。これは特に切り替えとかないので、まあ、そのまま使うだけなんですけど、おそらくこれ高圧で噴射するものかと思います。あ、こういうやつですね。まあ、これ結構圧力強いので、まあ、こういったちょっとボディ痛めそうだなっていう車には止めた方がいいと思います。下になってタンクが下をこう洗う、こう洗い流すっていう用途はいいかもしれません。あとはこういうエアーの裏とか、そういうところを洗うのはいいかもしれません。タンクがあまりボディがつけないとか、はい、であとはもうこれはウエスで拭き取って完了ということで、やっぱりこれ高圧洗浄機があると非常に便利です。特にこのシャンプー、僕なんかシャンプー使わないんですけど、めんどくさくてシャンプー使わなかったんですけども、まあ、シャンプーを使うということにおいては、すごくこの高圧洗浄機、まあ、こちらです。
今回紹介したのはこちらなんですけれども、これは結構このタンクが使えてシャンプーと同時で噴射して洗浄ができるっていうところが、まあ、すごく使い勝手としてまあいいところかなと思いました。でそれが1万3000円ぐらいで買えてしまうということなので、まあ、これは結構買って損のない高圧洗浄機なのかなと思いました。はい、ってことで今回はこちらの高圧洗浄機ご紹介をいたしました。当チャンネルでは車のレビューも行っております。またガジェット系も最新のガジェット等もご紹介しておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。